痩せるすっきりオレンジジュースの作り方をお伝えします。あなたはご存知でしたか？市販の、加糖の炭酸水であったり 100% の、果汁ジュースなどはかなりの糖分が入っているんですね。なのでこう日頃こう食事を気をつけていたとしても、実は知らないうちに飲み物で糖分を取っていて、結果なかなかこうダイエットにつながらないというですね、こんなことになってしまっているかもしれないですよ。そこで今からお伝えするこの動画のレシピを使っていただくと、あなたご自身で簡単にダイエットジュースを作ることができて、その結果きれいに痩せることができるんです。では早速手順をお伝えしていきますね。まずは材料、そして作り方、そしてなぜその材料が痩せる効能があるのかというこの3本でお伝えしていきたいと思います。じゃあまず1つ目、材料です。1人分です。1、炭酸水を使います。このような無糖の炭酸水を必ず使ってくださいね。こちら、炭酸水無糖0キロカロリー、こういった私もこの天然水の炭酸水が大好きです。これを使っていますが、200ミリリットル、1カップですよね。そして2番、オレンジ1/2個です。このようなこうオレンジの半分ですね、1/2個を使っていきます。たったこれだけなんです。簡単ですよ。では、作り方です。このような、グラスにまず先ほどの炭酸水を200入れてください。そしてこのオレンジはですね、1/2使いますから、1/2まず切っていただいて、そのオレンジをですね、カットします。1センチ角ぐらいですね。そしてそれを先ほどの入れた炭酸水の中に、軽くその果汁を絞りながら入れるんです。そして軽く混ぜてあげたら出来上がりなんですね。この天然のオレンジのこの炭酸水ですね、このジュースが、なぜ痩せていくことができるのかっていうその効能を今からお伝えしますね。まずこの使う炭酸水のすごい力です。3つあります。1つ目、消費エネルギーをですね増やしてくれるんです。でこれはどういうことかと言いますと、この炭酸を飲むことでですね、一時的に血管の中にその炭酸ガスがこう入るわけです。そうすると、例えて言うならですね、ちょっとこう走った後のような状態です。あとは酸素不足にこうその一時的になるんですね。なのでちょっとこう走った後の状態にこう体内がなるので、その反応がその体がですね、おっとと思ってこうどんどんエネルギーを燃やすようになるという力がある。で2つ目、腸内環境が改善します。なぜかと言いますと、この炭酸ガスが持つその軽い刺激がですね、胃や腸にこう軽い刺激を入れてくれるので、結果胃の動きが良くなったり、腸の蠕動運動がこう良くなったりするわけです。なので、胃腸が整えば、そのもちろん腸内環境良くなって、お腹すっきり、便秘解消ですよね。では3つ目、実は疲労回復にもなります。今だんだん暑くなってきて、まず皆さんお疲れではないですか。その時に疲労物質をですね、なんと中和してくれる効果がその炭酸にはあるんです。いかがですか、炭酸水いいですよね。ただここでポイントは、砂糖を含まない無糖の炭酸水を使いましょうということと、やはりその飲みすぎてはいけません。一杯の目安はやっぱ 200ml ぐらいでストップなのと、あまりそのこう冷たいものばかり飲んでしまいますと、もちろん腸内環境には NG ですので、適量を、美味しく召し上がってみてくださいね。そして次、オレンジの効果。このオレンジもねすごいんですよ。実はあなたの代謝を上げてくれるんです。これはどういうことかと言いますと、オレンジに含まれる、ビタミンの一種でですね、ヘスペリジン、なんか可愛いですよね、ヘスペリジンという、ビタミンの一種がありまして、この成分がですね、あなたの血行を良くしてくれて、結果その血流が良くなって、代謝がこう上がって燃えやすい体になるということなんです。さあ、いかがだったでしょうか。
もうこの簡単な、痩せるスッキリオレンジジュースで、あなたのその腸内環境が整ってですね、どんどん綺麗に痩せていくことができるんです。またこのメニューはですね、ファスティング中ですね、そういったファスティングのその準備食であったり、回復食であったその準備ですよねの時にも材料としては丸ですから、ぜひご活用ください。そしてこのファスティングご興味ある方は詳細欄に LINE のリンクを貼っておりますので、ご登録後直接私までご相談くださいね。皆様綺麗にどんどん痩せていっていかれております。さあ、あなたとあなたと周りの大切な方々のためにこのお話どんどんシェアして差し上げてください。そしてこのお話が役に立ったなと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。